髪型セット OK ですか。どうなったの。うわ髪型気になる大丈夫、風邪ひいたですか。風邪ひいたですか。じゃあ自分取っていいよ。え、自分取って。それじゃあちょっとこの指で、この指、赤指入ったね。この指の第一関節が曲がるかどうか。近くない？あ、近い、こうか。第一関節が曲がるか。できてないよ。曲がらん。できるよ、普通に。曲がられちゃう。あ、できるね。なんで？ちょっとお父さんのね、第二関節までちょっとしっかりもうちょっとやったの。曲がった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 。すごい、これずっと固めるんよ。固まらない。なんでそうなるの。ほら見て、これね、最初の友達がね、この第一関節が曲がるかチャレンジやってみようというのが YouTube あってしょったね、うん、だね、それを見てくれたのね。で、あの風邪の指すごいねっていう話になったよね、うん、どうやってやるんかね。そう、ちょっと教えてあげてよ、ちょっとコツを。適当にやったらできるもん。適当にやったらできる。曲げようとしたらこうなるけさ、特にあの第一関節に集中せんやけんって。うん、全然曲げようとしたらここに固まってからガンって言ってけさ。あ、そうなの。全部何、親指やってるんだよ。親指、親指はできんよ。親指できんな、人差し指、ちょっとカメラの方に、はい、中指、薬指、小指、親指、あ、親指、親指ナチュラルなの、ナチュラルなの、これ大事かな。で、左、はい、はい、人差し指、人差し指、中指、あ、中指できるわ、中指できる、中指できる、発見、中指発見、薬指、あ、薬、これだけができる、あ、薬指、これだけができる、あ、それできる、あ、曲げちゃえる、はい、硬い中指でいく。小指は？あ、そうなの。中指ちょっとできやかに、初めて知った、大発見。ちょっと中指練習せないとね、これからね。ここだけができるのよ、なぜか。あ、そうなんだ。痛いよ、めっちゃやろうとしたら。本当？ここだけは絶対に。な、9本になるってことだよね。9本は大事な説も分かるわけだ。できるよ。ね、指は絶対できるやつ。でも親指はできるね、親指はね。だったら第二関節と第一関節は同時に曲げることできる。カクンカクンって、いや、これ直角に直角にこうやって直角に曲がる。違う違う、そうじゃなくて伸ばして力抜いて、これ直角直角、これ直角は曲がる。ああ、はい、やったよ。あ、それを手を使うのできるの。無理に決まっとうやん。やってんじゃん。できんやろ。できんや、できんや。意外と難しいんやね。意外と難しいね。チャレンジだっけ。第一関節は難しいけど、これってなんかコツがあるよ、特にあるか。うん、こうやってるよ。その時にカクッとなるケース、ここでカクッとなる前のところで止めてたら、止めてたらね、あ、すごい、すごい、ちょっと会社の人がね、すごい気になっちゃったけど、ね、教えてあげたいなと思った。やっぱ、なる人は何やね、なる人は何やのかね、練習ある何か。そう、いつからできるようになったんか。ロフト、まあ、分かんない、気づいたらできるようになっちゃう。だいぶ前から。本当、なるほどね。今度やってみよう、毎日会社でやってようかな、第一関節をグッとグッと曲がる。よし、それじゃあチャンネル登録、高評価なんだろうそれ面白いわ。